こんちゃーす。中までたっぷりチャーです。100人マリオ、ちげえわ。100人マリオチャレンジっていつも言っちゃうんだよね。今回はピースイッチを押すだけでクッパが死んじゃう、わらわらわらっていうコースをちょっとやってみたいと思います。意味がわかんないよね。P 踏んで、上からパウが降ってきてとかでもダメだよね。P が降って、え ?P じゃねえっす。え?とりあえず下に降りていいんだよね。とりあえずじゃあ降りますね。はい。え?なんで?What?え?なんで?納得いかない。納得いかない。ゴールできない。納得できなくてゴールできない。いや、理由があると思うんだよな。P の中に、P の裏側に、何かが、いやでもさ、上が空間なんだよな。なんでだ?全然思いつかねえ。なんでだ?なんでだ、なんでだ?あ、わかった、わかったかもしんない。壁の中に、隠れてて何かが、P を押すことで発動されてるんじゃないかな。例えばブラックパックをうまいことするみたいな、そういうことなんじゃねえかな。ちげえかな。わろた実況者1アップキノコのことは緑の悪魔と呼ぶらしい。これは元ネタは幕末志士さんっていう、ニコニコの方たちのめっちゃ面白いですよ、緑の悪魔っていう、マリオ64の1アップキノコが追っかけてくるんですよね。とある1アップキノコはマリオを追っかけてくるんですよ。そっから逃げるっていうのが起源、オリジナルとなっております。で、俺とかも結構緑の悪魔とか言ってるんだけど、そこら辺のあれを知ってるかな。まあ知ってるか、大半の方が知ってるかな。めっちゃ有名な方です。相当有名な方たち、西郷さんとね、坂本さんのね、めっちゃ面白いからね。おすすめです。見てみてください。自分は一生追いつけないだろうなっていうくらいのね、面白さ。まあ、コンビならではっていうのももちろんあるけど、でも本当に面白くてね。超絶おすすめです。ついついね、笑っちゃいますね。これどうなってる?あ!そういうことか。孔明出しなさいよってことだったんだ。急がねえと。お、早めに孔明も出さないと、緑の悪魔が、ダメ。あ、これなんだ ?P かな?あ、ファイヤーか。じゃあ、こっちだな。なんかこれより先に行かない、あ、ダメ。多分 P、いや、パウだな。予想だけど。いや、予想っていうかもうそれしかねえわ。ブラックパックンパウぐらいでしか倒せないもんね、多分ね。うわ、緑の悪魔じゃなくて、緑のヨッシー。T ヨシダルスムンチャクッパス。こうか。OK。あーよ、でってよ、でってよ、でってよ。危ねえ。急げ、急げ。OK。あと53秒。急げ、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 急げ。OK。急げ。急げ。お、乗りまして。はい。右に道ができます、できます。できます。ここでクラウンとはお別れ。あ、緑の悪魔ともお別れ?あー、出てるわ。オッケー。お疲れ様でした。緑の悪魔大活躍だね。目指すはバン。任天堂ぶち壊せ。でーん。これ乗って。うわ、あれだ。最強形態だ、これ。一番強いんだよね、これね。任天堂って書かれてるやつを壊していきましょうってことなのね。うわ、爽快。これめっちゃ気持ちいい。超ストレス解消で。やーべえ。なんか壊しちゃいけないやつも壊しちゃったような気するけど。オッケー。気持ちいい。スピラーレベル1、覚醒ピカチュウ、ひでえな。思わず突っ込んじゃって。ひでえ。まあ、レベル1だから、そんなに難しくないと思うんだ。
この辺 OK。 いやいやおーゴール OK。 いや反応できない、全然反応できないわ。ノコノコ浮遊バグだってさ。そうノコノコってクッパって言うんだよね、英語表記だとね。面白いよね、クッパ自体はバウザーなんだよね。なんであいつ中身だけ飛び出てきた。あなんじゃこりゃすげえ。これでもどうやってクリアするの。え、死んだし。高さ的には踏めるか、踏むのかな。あどうなってんだろうね、これは全く想像がつかないわ。すげえ。あれでしょ、あの鎮守が出てくるやつでしょ、重ね技っていうと。なんだろうな。あ、これはあれなのね、白ドクロが重なるのね。これできた先に何があんだろうな。てか浮いてるしもあるよ浮いてるしこれ完全に。7。うわ超気になるなこれ。白ドクロが重なってるのか、それとも下で何かが行われてるのか。チャーリーとチョコレート工場的な感じで何か行われてるんじゃないかな。いや楽しみですね、ワクワク。いやめっちゃ期待膨らむだろこれ、やべえよいやめっちゃハードル上がってるよこれ、超ハードル上がってますよね。わざわざこんなにゆっくり、こんなにゆっくりステージスクロールさせてるんだから、これは期待せざるを得ないでしょう。ドーンっていうのが絶対あるはず。頼むぜ。なんか音が、うーわえぐマイクラだったら処理落ちするなこれな、すげえ。あ、登れる、気持ちいいオーケー、すげえことになってんなこれな。ちょっと下も見てみたいけど死んじゃうのかな。うーわーすげえ、お疲れ様でした。セカンダリーか。あ、ほんとだ、浮いてる。なんだなんだあれかな、このトゲとブロックの下に、ほんのちょびっとだけど隙間があるんでしょうね、きっとね。トゲが 0.8 に対して、ブロックが1だとして、ブロックが1に対して、トゲが 0.8 なんじゃないかな。で、0.2 分の隙間を、多分ヨッシーが走ってるんじゃないかと、予想してみましたが、おそらく完全に知ったかでしょう完全に知ったかでしょう。60秒スピランですね。簡単にはクリアできなさそう。クリア率7万分の7くらいだったんで、ちょっと簡単にはクリアできなさそうですね。ほっ、かぶるでいい。あー、かぶるでやってたくせえな。これは簡単にはクリアさせてくれないでしょう。嫌な予感がする。オッケー、いけた。死んだ。オッケー、これは綺麗にいったね。うそ、あぶねえ。これむずくね。マリオがあれに使っちゃいけないんだよ。こう。オッケー、はい。ふざけんな。こうか。微調整入れてやんなきゃいけなかったんですね。じゃ死ぬ。オッケー。お、怖。ああ、ヒップ出なかった。よし、なんか分かったぞ。スピードだな、多分。分かんないけど。
ケー、やっと抜けれた。ここか、まただろ。オッケーオッケー。これはでっていうか、これは上だな。ほっ、ういこえで、こういってこういってゴールー。しゃー、難しかった。いやこれはね、でも短、長くないからおすすめのスピラン、ちょうどいいぐらいですね。はい、ベストタイム。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。アディオス。